ありがとうございます。これでここにドーン。かあ。最高に幸せ。最高に幸せ。嬉しい、よかった。花輪チャンネル。どうも花輪でございます。今日はですね、なかなか見れないショットでございます。こちらのお三方、よろしくお願いします。はい、私の両親でございます。ね。ゆみこさんとてるみさんです。お願いします。そしてばあばん。今日はね、この私の両親と義理のお母さん集まっておりますけれどもね、仲いいですね、二人ね。今日なんでお父さんお母さんが集まっているかと言いますと、ちょっとですね、やっぱりこう年末ということもありますけれども、早めのクリスマスプレゼントも兼ねまして、ちょっと私からですね、1日親孝行しようという。はい、嬉しいわね。いや、ではもう本当に日々お世話になっておりますんで、テレビさん、ありがとうございます。ありがとう。まあちょっと実は両親と話した時に、この冬羽毛布団がね、欲しいんだよなって、この間ふと言ったのを聞き逃さなかったんですけども、お母さんに見ているところで、今使ってる羽毛布団がダメなんでしょう。安かったの。安かったんで、それで特集だよね。なんか羽毛が出てくるんだよ。あ、羽毛の羽が、羽が出てくる。で、今回ですね、日本で一番の布団屋さんでちょっと布団、羽毛布団を購入したいなと思いまして、こちら日本橋西川さんね。ここが日本で一番と言ってもいい、もう超老舗、創業455年の、なので今日ここで羽毛布団を買いたいと思いますんで、じゃあ行きましょうか。はい、行きましょう。花輪チャンネル。ね、ほら、総合満足度の第1位ですから。羽毛布団ね、やっぱ羽毛布団といえば、西川さん。見てください、ほら、今もう大注目の、ほら、大谷君がやってますから。で、はい、ですね、羽毛布団をちょっと買いに来まして、はい、ありがとうございます。全然ちょっとわからないんですけども、そうですね、まあ、これだけ種類がございますので、はい、ちょっとじゃあご説明させていただいたらよろしいですか。見させてもらいましょうかね。行きましょう、行きましょう。大きくはその、まあ、中身ですね、羽の部分なんですけども、アヒルの毛を使ったり、グース、ガチョウの毛を使ったりで、その親鳥ですね、マザーグースというのがあるんですけど、こういったところで、まあ、中身の品質であったりとか、もちろんふっくら感、軽さですとか、そういったのが、まあ、変化してくるような、最高級のものは、300万円ぐらいまで、300万あるんですよ、はい、これが一番いい。そう、アイダーダック、あれが、そう、それと、それは違う。ちょっと見ていただいて。見る。300万。これがそうです。いろいろ300万の羽毛布団。これ300万。これが中にこれが入ってます。うわ、すごい。あ、もうあったかい。重さを感じない。全然もう持ってる感じしない。軽すぎる。軽すぎますよ。あ、本当だ。軽い。さん、簡単なゲームなんですけど、はいはいはい、でちょっと手をお皿にしてもらって、ちょっと離してもらって、目つぶっていただいて、で僕がどちらかに置きますんで、置いたと思ったら、置いたって言ってください。はい、目開けてもらっていいですか。置いたの。いやこれぐらい重さと感触を感じないんですよ。お母さんやってない。置いたかどうか分かんないぐらいの、全然もう重さがないよね。ただこれお値段おいくらでしたっけ。税込みで308万。これ無理です。これはさすがに無理です。先生、これはさすがに申し訳ないけど無理だ。生地も素敵ね。生地もシルクを使っております。もう本当にこう気持ちよさと軽さっていうのも最高級品。これはすごいですね。そうですね、もう最終の方法としても、やばいな、このエレが離れたらいいかもしれないです。盛り上がってきちゃったな、これ危ない危ない。308万、さすがにちょっと重たい。お金予算オーバーですよ。値段で300万の羽毛布団。帽子持ってよ。帽子。
よいしょ。すごいなこれ。白い布をこう。どうですか、父さん。お父さん。はい、大丈夫ですか。大丈夫ですか。びっくりした。びっくりしちゃった。絹に包まれてるみたいな。え、あ、絹に包まれてる感じがするという。あ、うまいよね。うわ、これも軽い。ふわふわ。そうですね。すごいいいじゃないですか。グランポリゴンキルトといいまして、今特許を取ってるんですけども、はい、まあ、もう本当に見ていただくと一目瞭然な部分はありますけども、うん、隙間ができないようにっていうような仕立てになってます。でまず襟元がこう逆三角になってますんで、ここにピタッと羽毛がついてくるような形ですね。で、まあ、お腹からこう足の方にかけてこう三角を組み合わせてますので、これはちなみに変なし、こちら、お値段でございます。お値段、こちら11万円でございます。11万円です。なんか300万に比べるとっていうふうに思ってだいぶお安く感じていただけると思うんですけど300万から始まっちゃってますからね。それはいや、でもやっぱりそのぐらいね。まあもちろんそうですね、こちらも非常にいいものではございます。いや、これはすごい、ね、欲しいよ今の部門と寝たくないじゃあやっぱこれにしましょうか。そうですね、おすすめでございますので、はい、やっぱそうですよね。購入しましょう。はい、ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。あっちはナイスに言ってくださいちょっとこれね、花輪チャンネル。休憩してます今。全然自然に喋ってね。よかったですね、布団ね。うん、ありがとう。ね、ありがとう。いやいやいや、ありがとうございました。いやいやいや、よかったです。いやいや、西川は本当に布団の、ね、もう老舗のね、老舗の一番だから、ね、主流のね、なかなか買えないな。そうですね、あの300万のちょっと無理でしたけどねあれはちょっとね、大体はちょっとナイツの花火に買ってもらって、あんなやったら眠れなくなる逆に眠れなくなっちゃうんで、300万だったちょっとこの後ですね、お食事を、まあ、ここでちょっとお茶して、あとお食事に行こうかなと思ってますんで、はい、お楽しみという感じですね。さあ、ということで、今からご飯を食べに行こうと思いますけれども、行くお店がですね、銀座コア地下2階にあります、こちらシャブセンさんね。こちらのこのお店がですね、シャブシャブの名店ザクロの直営店でございまして、これ本当に美味しいしゃぶしゃぶのお店でございますけれどもね、ちょっとここに連れてきたかったんで。ありがとう。はい、来たことない証拠はね。ないです。ありがとう。はい、ちゃんとアルコール消毒します。これがね、はい、大事ですからね。3人ともね、元気です。お肉大好きなんで、今日はこちらしゃぶせんさんにねしました。行きましょう。はい、さあということでございまして、しゃぶせんさんでございますね。時間がランチをちょっと超えた時間でももういっぱいでしょ。もう大人気店ですから。面白いのが開業50周年というか50年経ってますけど、カウンターになってて、それで専用の鍋が一人一つ絶対あるんですよ。で自分の量で自分のタイミングでしゃぶしゃぶしてこう食べれるというね、これはもう人気のお店ですけども、一人で食べれるようにってことですよね。そうですね、はい、でこれいろんなメニューがありますけども、はい、これがあのランチメニューでしてね、はい、どうしましょうか。これだから本当コースみたいになってますから、すごくねいいのがですね、見てください、これいろんなパターンがありますけども、僕がいつも頼むのはこれですね。サービスランチで牛と豚の、これしゃぶしゃぶ、それでね、あのお通しも選べてデザートもついてきますから、で、あの足りなければあのまたその場で追加であのカットもしてくれますよね、はい、こちらからお好きなお通しをお一つお選びいただけます。はい、これがね、おすすめはトマトサラダです。僕はめちゃくちゃ美味しい。どうします。もう本当に銀座のど真ん中ですからね。ね、ありがとうね。いや嬉しく、もうここね、僕もあの連れてきてもらったんですよ、知り合いのお金に。
すごくちょっと気に入っちゃって、ご両親連れてきたいなと思ってたんで、でお母さんも連れてきたいなと思ってたんで。よかったね。いや、うん、これは今何言ったし、はい、お出汁が入ったスープでございます。お出汁が入りました。これはね、最後にスープって言うとね、はい、お出汁の入ったです。あれ美味しいですよね、スープね、締めで、はい、きた、いただきましょうかね。はい、いただいて、じゃあ、いただきます、はい、もうね、このトマトめちゃくちゃ美味しい。今までのトマトサラダで一番美味しい。うん、サビラでね、やばいでしょ。うん、おいしい。どうですか、バーブ、どうですか。初めて食べたと思う。おいしいよ。何が違うの。本当においしい。なんだろうね。おいしいでしょ。おいしいでしょ。果物みたいな。おいしいね。おいしい。これもおいしいね。ちょっと食べてください。ね、やばいでしょ。このお通しが最高なんだよ。美味しい。美味しい。マジでこのトマト、本当にうまいんだよね。マジやばい。うまっ。このね、このごまだれ最強なんですよ。これにラー油を入れてね。はい。こちらのごまだれが特徴的で、少しピリ辛で用意しております。年齢的にはどうなんでしょうか。ばあばとうちのお母さんはいくつ違うんですか。4つ下。あ、4つも違うんだ。そっか。23年、19年。それで17年。もうみんな元気ですよ、ね。嬉しいですね。やっぱお肉好きっていうのはいいよね。お肉好きだもんね。そうね。ばあばもそうだし、うちの両親もお肉好きだから。ありがとうございます。もう来た。あ、お肉来ました。こんにちは。どうも、ヒデさんです。あ、すいません。うわー、美味しそう。あと、こちら、あと、お二人様、今、お持ちしますので。いやー、来ました、お肉。こちら。ん？ヒデさん、大丈夫。いやー、来たね。ありがとうございます。綺麗。はい。これ、自分で入れてくださいね、これ。うん。はい。お待たせいたしました。わー。で、これ今こう入れました。ごまだれ、ポン酢で、ここにこうラー油をこんな感じでいってもいいですよ。で、こうネギもここにぶち込みます。こういう感じでいってもいいですね。お待たせいたしました。いただきました。どうぞ開けてくださいませ。はい、今お野菜の盛り合わせもご用意いたします、じゃあもうしゃぶっちゃってください。いっちゃってください。シャープ、シャープ。ご飯食べる。私いいわ。バーバー、ご飯どうしたっす。どうぞ。バーバー、いただきます。うん、うん、美味しい。ありがとうございます。手前が豚で奥が牛ですね。でお野菜も来ますね。これだからもう自分のペースでいけるのがいいんですよ。もう自分の鍋ですからね。なんで気兼ねなく、ゆっくり食べたい、ゆっくり食べて、おかわりする人はおかわりしたり。このほら、こんないいお肉なんだよ。これをこう生かしてもらって、しゃぶしゃぶしゃぶと。こんくらいでいいですよ、もうね、牛の場合は。それでこのごまだれです。これにこうつけまして、よいしょ、いただきます。うまっ。うまい。最高に幸せ。嬉しい、よかった。今言っていただいて、こいつをここにこう行きまして、これでここにドーン。かー、こんなの行っちゃうんですから。これ出した方がいいね。そう、よいしょ、くれ。うんまっ。お野菜もさ、春雨もあるしね。うん、うん、おいしい。シャブシャブしたこのお肉とお野菜の出汁がさ、そうね、いっぱい出ちゃう。その出るんですよ。だからいいんですよ、これスープ。最後にこれスープで飲むんです。いや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 、ありがとうございます。
粥です。でここに砂糖、砂糖をかけるんです。ちょっと糖尿のけが少なめにしてね。これが美味しいんです。どうですか。あ、美味しい美味しい、うん、小豆の風味がふわっとしてね。なるほど、うん、ちょっと独特だもんね、フリントフリングは。美味しい美味しい、うん、ありがとうございます。いただきました。またね、このね、スープが美味しいんですよ、はい、ね。あ、いいですか。はい、わかりました。このお肉と野菜から出たお出汁のこのスープ、最高ですよ。スープが本当美味しいんですよ。これでいい。はい、ありがとうございます。うわ、美味しい。ありがとうございます。これは本当に美味しいわ。ここにこのごまだれを入れるんですよ、こうやって。こうするとスープがこう担々麺みたいになって。美味しいけど入らない。美味しい。もうね、こっちとこっちとこ、めちゃくちゃうまい。おいしい。まだ少し入れてくる。ほんとだ、おいしいね。うん、入れた、ごまだ。おいしい、入れた、おいしい。こっちか。うわー、これがデザートで。くず切りですか。切りです。あ、いいですね、くず切り。久しぶりなんじゃないですか、くず切り食べるなんてね、お母さん。いやいやいや、もう家だと美味しいよね。古いとこじゃないと食べられない、ね。そうですね。美味しい。うん。美味しい。美味しいね。一番美味しいね、これもね。うん、まっ。美味しいわ。うん、まっ。うん。そしてこれがね。この抹茶の抹茶アイスクリームぜんざい。この抹茶とぜんざいの最高でしょ、これ。うん、うん、まっ。さあ、ということでございまして、今日は一日親孝行ということで、お父さんお母さんにね、西川の羽毛布団、そしてこのしゃぶせんのね、このしゃぶしゃぶプレゼントという形でやらせていただきました。本当にありがとうございました、ね。いかがでしたでしょうか。お母さん、いかがでしたでしょうか。あのね、また第一に銀座に来られるってことはまた美味しいの食べて、うん、ね、銀座に、ね、来れたのが、ね、よかったね。羽毛布団ね、またあの買っていただいて、羽毛布団ね、羽毛布団楽しみですか。楽しみです。このお肉どうでしたか。お肉は美味しかった。美味しかったゆうべこさんどうですか、今日一日。いや、今日はね、直樹ありがとうございます。いえいえいえ。なんかあのね、直樹がね、うん、私たちにね、それからお母さんとなんとか親孝行したいなって言って連れてきてくれた、うん、それがすごい伝わってきました。ありがとうございます。いえ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 、ね、テレさんもありがとうございました。直樹、今日ありがとうございます。いえいえいえ。西川のね、あんな ね素晴らしいものを ね、楽しみにしてますね。そうですね、あれでもあったかく寝れますからね、ま、お母さんもね。しゃぶせんさんで初めて来たけどね、うん、美味しかった ね、うん、ありがとうございます。ありがとうございました。本当にもう、今日はだから、ね、3人一緒っていうのが嬉しいですね。そうそうそう、またなんか、ね、よかった。また行きましょう。お母さんとね、本当に良かった、うん、ね、久しぶり、久しぶりに会えない。本当にあの、もう3人のおかげで僕ら家族がありますので、本当にこれからもよろしくお願いします。ありがとうございました。はい、ありがとうございました。はい、ありがとうございました。